学校法人立命館は、日本の学校法人。京都府京都市中京区西の京都都賀農町八番地に、本部を置く。全学園の学生、生徒、児童数は48,686名、教職員数は2,758名1913年12月13日。 財団法人立命館の設立及び学校名称変更発表式を開催。学校組織を財団法人立命館とするとともに、大学を私立立命館大学、中学校を私立立命館中学と改めることが発表された。学校名称の変更申請は、末広武士マロの名義で行われたが、財団法人立命館の設立申請は、 中川小十郎名義でなされ、二つの申請がほぼ、同時に、文部省から認可されたため、財団代表者と、学園設立者が異なるという事態が発生した。この問題を解消するため、同年12月16日、末広と中川の連名による、申請書、財団法人立命館を、私立立命館大学設立者と、試すの件が文部省に提出され、 中川小十郎及び末広武島丸の二人が、財団法人立命管理事験私立立命館、大学設立者の座を共有することになった。財団法人立命館の理事は、就寝理事、人気性理事の二人制で、初代就寝理事には、中川小十郎が、人気性理事には、末広武丸が就任した。理事の下には、最大10名からなる、協議会と、 学園幹事のポストが置かれた。なお、理事及び幹事は協議員を兼任するものとされた。初代の協議員は、京都帝国大学教授を中心に構成され、井上ひそか、石坂恩、四郎、二保亀松、戸高石、小田一万、岡村司勝本勘三郎、田島金次らが選ばれた。また、立命館大学科立命館中学学館には、 京都帝大文科大学教授の小西修直が就任した。協議委員会には大きな権限が与えられ、委員の3分の2が賛成すれば、財団の解散も可能であった。また、財団、寄付行為には、財団解散時には、所有財産のすべてが京都帝国大学に寄付されると明記されていた。立命館大学絹笠キャンパスにある石碑。 立命館その由来の日立命館大学は、中川小十郎が開いた京都法制学校が起源で、あるが、その立命館という名は、西園寺金持が京都御所邸内に一時開いていた、私塾立命館に由来する。この立命館は、孟子人心象にある、幼児にわず、身を収めてもって、これを待つは、命を絶つるゆえんなりという一節から得ている。 1905年、廃絶していた、この、私塾立命館の名称を、中川小十郎の希望により、中川の創設になる、京都法制学校が継承することを許可した。その際、西音寺金持は、次のような変額をしたためている。立命館変額と、中川小十郎西音寺金持は1869年、私塾立命館を創設。 京都府庁の左流命令により一年弱で閉鎖された。金持は、私塾立命館を閉鎖させた、際、大層残念に思い最高を誓う。その後を継いだのが秘書官の中川小十郎だった。現在の立命館大学は、文部大臣当時の秘書官中川小十郎がその名跡を譲り受けたもので、大学組織的としての直接のつながりはないが、 金持ちは事実上の創立者の一人として、京都法制学校創立にあたり有形無形の支援を行った。西園寺金持ちの実定、末広竹丸が学園幹事に就任、同じく実定の住友財閥党首、特大寺高丸による大口の寄付を行うなど、西園寺は自分の持つ政治力、人脈金銭等を用い、 京都法制学校に協力した。また教育面での貢献も大きく、中でも彼の寄付した書籍は、現在も、西ン寺文庫として、立命館大学に貴重なコレクションとして保存されている。1回目の寄贈は1925年5月に行われた。これは、立命館大学が大学例による、 昇格条件を満たすためになされたもので、英仏書187冊であった。その後、1930年10月16日に、和刊書約300冊、1938年6月には、西園寺家伝来の和後寺本739部881冊の寄贈がなされた。この和後寺書には、宮中儀式、夕食古実関係、改言記録、 和歌関係などの貴重文書が含まれている。そして最後、すなわち4回目の寄贈は1940年5月に行われている。この最後の寄贈資料は和漢書6671冊にも及び、西音寺公が特に愛読していたと思われるものが大量に含まれているのが特徴とされる。また金持ちは西恩寺家家門である左友への旗を、 立命館大学が使用することを許可しており、実際に使用されていた。中川小十郎が、立命館の名称を用いることを金持ちに申し出た、際には、立命館の名称と精神の継承を、大層喜び、立命館という一生の大変額を与えた。後に金持ちは、世が建設する、立命館の名称と精神を継承する企画と、 現在の立命館大学のことを述べており、彼の作った私塾立命館を引き継ぐ存在としてその後も立命館大学に関わった。金持ちが没した1940年に立命館大学は創立とその後の教育に大きく貢献した西恩寺金持ちを立命館大学の学祖と取り決めた。西恩寺家と立命館大学の交流は、 現代も続いており、大学の行事に、西イオン事家の人々が出席している。学校法人立命館シンボルマーク、リッツ立命館大学琵琶湖、草津、キャンパス学校法人立命館コミュニケーションマーク、R 立命館大学琵琶湖、草津、キャンパス立命館大学キ笠キャンパス平井、カ一郎記念図書館立命館大学琵琶湖。 草津キャンパス立命館学園発祥の地の比立命館には、交渉とは別に2つの学園ロゴが存在している。2005年に、立命館大学及び立命館アジア、太平洋大学において、雇い止めに関連する訴訟が起こっていた。ありがとうございます。